桜舞う春、そんなのなくって真っ黒い青春、悪ぶって勉強できない、マジでどうしようもないやつさ。もらったあのラブレター、待ち合わせは裏の神社、4時間待って誰も来ない、書いてたのはお前か。背中に値札のシール貼り合う、弁当を開けたら食われてた、お前がいなけりゃきっともっと笑ってた、でもお前がいないとつまらない、喧嘩に負けた夜、足引きずりながら肩寄せ歩いたあの日、親友ふざけんな悪友。悪友やっぱり親友。